はい、どうも、マフィーです。えー、本日ですね、えー、今シーズン最初のトレードのニュースが出ましたね。はい。えー、楽天のウィーラー選手と、まあ、巨人の、まあ、池田投手とのね、交換トレードがな、決まったというね、ニュースが出ましたね。まあ、シーズン最初のね、まあ、トレードですけども。ま,あ、まず池田投手から、ま、説明します。池田投手はまだね、4年目の選手で、で、 1>, 1軍通算では62試合登板してで1勝3敗5ホールドで先発は2試合という、まあ、成績の投手ですけどもまあ1軍で使うとしたらおそらくまあ先発タイプではないとは思いますねおそらく中継ぎで使うんじゃないかなと思いますでその中継ぎでどういう場面で起用するのか,かななんですけども おそらく接戦の時なのか、それともね、あのリードされている時使うのか、ちょっとわからないですけども。まあ、おそらく、まあ、守護神ではないとは思いますね。まあ、どの場面で投げるのか、ちょっと期待したいと思います。一方のウィーラー選手は、まあ、楽天の在籍5年間で、 通算106本ってね、聖者復帰を残している選手で、まあ、楽天としては、まあ、主法として、まあ、活躍した選手でもあって、まあ、人気のある選手だっただけにね、楽天ファンにとっては、まあ、寂しいニュースになったんじゃないかなと思いますね。まあ、今シーズンは、まあ、本職のタドには、まあ、鈴木大地選手が入って、まあ、DH には、まあ、ロメロ選手か、まあ、ブラス選手を入れるとしたら、 出場機会が絶対減るとは、まあ、思ってはいたんですよ。で、まさか、まあ,あ、この感じで、まあ、巨人へのまあトレードが決まるとはね、本当に思ってもいなかったんですね。まあ、正直でこのトレードは、まあ、ウィラー選手にとっては、まあ、池田選手、投手にとっても、まあ、すごいプラスになるとは思うんですよね。まあ、巨人には、まあ、 まあ、ウィーラー選手は、本職はサードなんですけど、まあ、巨人には、まあ、サードには岡本選手もいますし、まあ、外野も回れるとはいえ、マル選手や、まあ、亀井選手や、まあ、去年まで、まあ、ナス、ナスでプレーしたパーラー選手などもね、いますけども、まあ、ウィーラー選手をどのようにね、まあ、寄するか、にもよ、よると思いますね。ほんと、代打で起用するのか、それとも、 あの、他の選手がまあ怪我したりとかの代わりなのか。で、原ンとかどうウィーラー選手を使うのか。まあ、今シーズンまだ始まったばかりですのでね。まあ、注目していきたいと思います。はい、以上、マフィーでした。